明日食べたくなる一杯、明日のラーメン。今回は津軽地方に3店舗を展開するこってり系の人気店麺坊十兵衛でこちらの一杯をいただきます。結構とろみがありますよ。粘度が高いスープですね。これは特濃の名にふさわしい、ものすごく濃いけれども美味しいですね。豚骨のしっかりこうまろやかな甘みと、魚介系のずっと鼻に行けるような豚骨と魚介、どちらにもこう頼りすぎてないというか、いいバランスです。特濃醤油の味わいを決める濃厚スープには大量の豚ガラを使用。寸胴鍋で豪快に炊き上げ、巨大な木の棒で丁寧に骨を砕いてとろみを出していきます。合わせるのはサバ節、カツオ節、煮干しなど魚介系の出汁。完成までおよそ30時間、手間暇かけた美味しさのマリアージュ、抜群の支持率を誇る理由です。麺は専門のスタッフが毎日仕込む自家製麺。1日以上寝かせることで弾力が増し、スープの馴染みが良くなります。特濃醤油には力強さが特徴の太麺がおすすめ。存在感あります。太さはありますが、ツルツルでもちもちしてて、すすり心地がすごくいいです。何よりスープとの相性が良くて、とろみのあるスープがしっかり絡みますね。うん。具材はチャーシュー、メンマ、ネギ、海苔、ナルト。あ、チャーシュー軽く炙ってあります。チャーシュー炙ってくれる人大好き。とろとろ、味がちゃんと染みてて、この肉質のある感じと脂身の感じ、全部バランスいいですね。さらに店の一角には嬉しいサービスが。ご飯、魚介ふりかけ、もやしナムルが無料で用意されています。ふりかけは出汁を取った後の煮干し、昆布、椎茸を再利用。食品ロス削減にも一役買っています。濃いのを食べたいなっていう気持ちをしっかり満たしてくれますし、また食べたいなって思わせてくれるような程よい余韻の残り方、これは計算されてますね。麺坊十兵衛の本拠地藤崎店の厨房を任されているのは、地元出身の若きホープ、佐藤翔太さん。佐藤さん、今は何されてるんですか？今、スープの濃度を確かめてます。おー、どういう目安なんですか？一応ボーダーラインが決まってて、基準3基準っていうところで やってたので、うん、どうぞ、これ中3なんで見てみていいんですか？はい、失礼します。すごいですよ、本当にぴったり13です。とろみと濃度が結構ある方ですか？です、ね、13っていうのは13が多分一番ベストだと思います。こう砕いてって柄の、まあ、雑味って言っちゃうんですけど、うん、砕けていった部分とスープが詰まっていく、ちょうどいい濃度が多分13。学生時代は客として店に通っていた根っからの十兵衛ファンだという佐藤さん。店では限定メニューを企画するチャンスもあり、現在はその試作に励んでいます。今開発中なんですけど、イメージ的に言うと豚パイタン。豚パイタン、
鶏白湯の豚バージョンのベースが醤油じゃなくて塩、結構まろやかな感じのイメージで今作ってます。新メニュー発売に向け頑張る佐藤さんのおすすめは、煮干し感を前面に押し出した煮干し醤油、パツパツ食感の細麺を合わせてお試しあれ。なんかどんなこと言われたら頑張っちゃうなっていうのありますか？いや、自分的にやっぱりなんかごちそうさまってこう大きな声で出るときに言ってもらえるのがやっぱり一番なんか、あ、美味しかったっていう意味なのかなとかって思ってやってます。まあ、人気商品やっぱ開発したりとか、いいラーメンっていうのもそうなんですけど、やっぱお客様に満足してい続けるような、やっぱそんな店でありたいです。そんな店にさせれるようにしたいです。